スーパーコンピューターの中でブラックホールを作るという研究をしています。ブラックホールを研究する目的は大きく分けて3つあります。ブラックホールというのは非常に強い宇宙最大の重力を持っているので、まあ、言ってみれば宇宙最大の水力発電所なわけです。つまりブラックホールに物が落ち込むときにそれによる水力発電によってさまざまな高エネルギー天体現象が引き起こされます。その解明に向けてまずブラックホールを実際に作って高エネルギー天体現象との関連を調べるというのが一つの目的です。もう一つ、ブラックホールができるときに出てくる重力波を調べることによってブラックホールができるときの現場により深く迫っていこうというのが二つ目の目的です。もう一つは我々が想像もしないような未知の物理や未知の現象が見つかるかもしれないと、そういったモチベーションを持って研究を続けています。で、ざっくりシミュレーションとして何をやればいいのかというと、ブラックホールができるときっていうのは陽子と陽子、中性子と中性子が重なり合うほどの高密度状態が達成されるので、4つの相互作用自然界にあるんですけども、一般相対論的天体であるごとの重力、密度高密度状態が達成されるから強い力、ニュートリノが発生することによるので弱い力で、磁力線がエネルギーを抜き去るかもしれないから電磁気力と、つまり自然界に知られる4つの力すべてをコンピューターの中に叩き込んで、それでこう何が起こるのかなっていうのを一生懸命調べるというのがブラックホールを作るということになります。まあ、究極的には4つの力を全部入れたコードで宇宙でどのようなことが実際に起こっているのかというのを明らかにすることになります。これが2005年ですね。これはですね、大質量性の重力崩壊によるブラックホール形成シミュレーションの密度分布を表しています。この時点でおよそ200ミリ秒ぐらい計算をしていて、これだけでもかなり十分長い計算になります。ちょっとシミュレーションを流してみましょう。シミュレーションの結果、回転の効果で仕上げていた星が潰れて時空の歪みがこのように切り立っていってブラックホールが形成されたことが明らかになります。ただし、まあ、この状態ではですね、なんかブラックホールできるときに高エネルギー天体現象が起こりそうだとか、そういったことも全くなく、ただしずしずとブラックホールができていくと、そのように思っていました。で、これが最近行われた最新のシミュレーションの結果なんですけども、これは重たい炭素と酸素からなるコアを重力崩壊させたもの で、こちら側はそのズームインした内側領域のエントロピーコントア、こちら側が5000キロ、かなりズームアウトしたエントロピーコントアになっています。で、先ほどと同じように星が崩壊するところからシミュレーションを進めていくと、ここで突然ボンとものが現れたんですけど、これがいわゆる超新星爆発の時に出てくる衝撃波ですね。で、衝撃波が外側に伝わろうとするんですけども、今回は非常に重たいので超新星爆発は成功せずに、衝撃波はそのまま飲み込まれていきます。で、もうすぐブラックホールがこの後できます。衝撃波が飲み込まれていって、もうブラックホールが形成されてブラックホールにそのまま吸い込まれていきます。で、その後しばらく何にも起きないんですが、外側の核運動量を持っている物質が降ってくると膠着円盤というものが形成されて、膠着円盤が形成された後にニュートリノがエネルギーを外側に運ぶことによって衝撃波をもう一度復活させて外側へ外側へと膨らんでいきます。で、中心領域にはブラックホールがあって、周りに膠着円盤があり、ニュートリノが外側にエネルギーを運ぶことによってどん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 衝撃波が外側へと進んでいくと、さまざまな流体不安定性とかもこれに見られています。研究所との違いは、何といっても一番大きいのはまず長く計算したことです。まあ、言ってみればほとんどのシミュレーションはやっぱ瞬間芸的だったんですね。ニュートロニノを入れ長時間シミュレーションができるようになったおかげで、当初のしずしずと飲み込まれていくっていう秒速とは全く異なるブラックホールの形成っていうのは、もっとよりも激しい現象を伴うんじゃないかということが分かってきました。作ったシミュレーションコードはですね、ブラックホール形成だけではなく、連星中心子合体にも適用できるものだったので、
2011年頃から連星中性子合体に適応するっていう研究もスタートしていました。でちょうどですね、超新星爆発が金やプラチナやウランの起源だと思われていたんですが、どうも無理であるというのが当時の印象でした。で代わって候補として上がってきたのが連星中性子合体です。なので先ほどのコードを用いてシミュレーションしました。で中性子合体で重元素ができる可能性が高いということが分かりました。でその結果が2017年の中性子合体の観測ですね。その観測からも中性子合体が金やプラチナやウランの起源である可能性が高いという結果が得られ、超新星爆発が重元素の起源とする時代から連星中性子合体を重元素の起源とする時代への変わり身を、宣言するような、そういう大事なイベントだったと思います。今言った計算はですね、Kコンピューターではなかなかできなかったんですね。磁場っていうのは基本的に最初弱いんですけども、非常に高分解能の計算が必要になります。でそれを大体ですね、こっちの強い相互作用と弱い相互作用を入れた計算の 2,3 倍の計算が必要になります。で 2,3 倍の計算というのは3次元計算でいうと100倍ぐらいの性能、しかも長く追わなきゃいけないので、理想的には数百倍の性能を持つような計算機があれば、先ほど言った究極のシミュレーションができるようになると思います。でそれはですね、ポスト K の性能をもってすれば、もしかしたら手が届くところにあるかもしれないと我々は期待していて、富岳を使った計算によって、先ほど言った全ての4つの力全てを入れて中性子合体の現象を解明するといったことが可能になると期待しています。